熱海市の土石流災害から3週間が経過しました。昨日新たに2人が遺体で見つかっています。熱海市の土石流災害では現在も総勢1300人体制で主に重機を使った捜索が続いています。昨日新たに2人が遺体で発見され、土石流による死者は21人となりました。警察によりますと、1人は90代の女性で、熱海市などが身元の公表を調整しています。発生から3週間が経過し、熱海市の斉藤市長は、お見舞いのみならず支援金や義援金も含めまして、まあ、多くの方から熱海に対するご支援のお言葉をいただきました。私自身も非常に心からそういった声に感謝を申し上げたいと思っております。土石流災害では未だ8人が行方不明のままです。